シス、イカレタコスケです。案件動画です。この度チュラップス株式会社さんよりも犬鳴村残響、こちらの方お預かりしましたので紹介していこうと思います。このホラーな苦手なイカレタコスケがね。ああそうだ、犬鳴村って知らない人に一応ご説明しておきますが、超絶有名な実在する心霊スポットでございます。結構まあでもなんかどっかしらで多分最近だと見たことある人、聞いたことある人多いと思いますけども、それが映画化したんですよね。その映画公式のアプリということになっております。さあどんなもんなのか、ちょっとやってみましょうかい。スマホゲーの、ホラー？あ、やったことない気がするよ。はい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 、こういう感じね。音がね、結構リアルですね。ああ、学生生活も終わりか。でもよかったじゃん。ゆうすけも土壇場で就職決まってさ。だからこうしてドライブできるわけだし。あ、ゆうすけとあけみね。二人でドライブしてんのね。まあな。それにしてもあけみはすげえよな。なんつったってあのつくし電力に就職するんだからな。まぐれだって就活は運もあるからさ。ねえ、そんな話はこの辺にして今日は楽しもう。よし、楽しんじゃおうぜ。そうだな。学生生活最後のデートだもんな。リア充がよ。そろそろ俺の家行こうよ、俺。もう我慢の限界。もうゆうすけったら盛りのついた犬じゃないんだから、ひどい。ねえ、ちょっと行ってみたいところがあるんだけど。おやおや、どこかな。はあ、行きましょうか。もう夜中の1時なんだ。もう夜中の1時なのこれ。話が変わってくるんだけど、俺8時ぐらいの感覚でいたんですけどね。こんな時間からどこ行くんだよ。確かこのすぐ近くだったと思うんだよね。ほら、あの心霊スポットなんだっけ、犬あけみ聞いてた？俺んち行こうって言ってて、我慢の限界だからね。なんで心霊スポットの話急に出てくるんですか？あけみ、俺のこと嫌い？ワンワン、お前は。お前人間としてのプライドがないのか、ゆうすけ。ん？もうふざけないでよね。そうだ、ほら、犬鳴村ってあるじゃん。来たね。犬鳴き、おーい、音、やめてください。急に音やめてくださいよ。犬鳴き村？何それ？今さ、俺ん家行こうという話をね、ゆうすけはね、していたわけですよ。聞いてましたかね？村とか知らないですね。知らないの？地図には存在しない呪われた村、行ったら最後、絶対に生きて帰れないんだって。うげ、俺そういう話苦手だわ。心霊スポットで有名な犬鳴きトンネルってあるでしょ？あ、犬鳴きトンネルって聞いたことありますね。私、こっちの方がよく知ってるかもしんない。地名としてはね。その先に犬鳴き村があるって噂なの。ちょっと行ってみない？どうしてそんなに心霊スポットを優先しようとするんです？これワンチャン、ゆうすけの、意見に逆張りされてる感じしますかね。却下。それより早く俺ん家行こうぜ。そうだよな。そういう話だったよな。お預け。どうして俺ん家行こうっつってんのよ。まずは犬鳴きトンネル。もう、あけみ、行く気満々やん。ほら、そういうとこ、行った後の方が盛り上がるでしょう。わかった。話を聞こう。まあ、一理あるかも。決まり！で、どこにあんの、そのトンネル。そうだね。もう近くにいるってことかね。聞いた話だと多分、この県道沿いだと思うんだけど、ああ、まあ割かし近いところなんですね。おい、びっくりさせんな。なんだ、ラジオかって、なんで急に鳴り出すの？やめて。お前触ってないよな。おい、触ってないよ。見てたでしょ、ね、この歌、やめて。歌じゃねえだろ、これ。どう考えたって、お前。どこかの、やめてここやめれやめれ止まらん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 やばいやばいやばい消して消
消して、いや、ほんと消して、消して、切れない？なんで？なんで？なんで？ちょっと、いや。え？撃たれた？おい、というわけでね、レッカー呼ばなきゃいけないんだけど、ここでなんか探索タイムみたいな、そういったギミックで遊ぶための説明が出てるみたいですね。基本の遊び方、画面をタップして調べることができると、怪しいと思うとこタップだって。まあ、これよくあるよね。あ、隣へ行く。物語の中断、終了、物語を中断して、はいはい、左上ね、怖くなったらここで、あ、怖くなったら即押してもちゃんと進行情報は自動で保存される。いいですね。再開、物語の再開、タイトル画面から続きから、物語選択から開始すると、各物語を最初から始めることができると。親切。あ、画面の明るさも設定できんの？これは結構助かりますね。スマホにもあるけどね。さらにこれで調整できると。ライトボタンを押すことで画面の明るさを調整できる。明るさは3段階。なるほど、なるほど。ここが探索モードか。とりあえず電話をかけよう。橋を見ておく。これか。右上の方。タッチしたところがさ、怖いんだけど。タッチしたところに手が出るんだけど。ほら、怖っ。何も落ちてねえな。タイヤが劣化してたのか。このタイミングでか。怖えな。レッカー呼ぶときに聞かれるだろうし、一応場所の確認をしておこう。場所の確認、名前だね。これだ。犬鳴川、もう来ちゃってんじゃねえか。ちょっと背景音が怖えんだけど。やめてよ、なんかもうちょっと、じっくりこの画面見てると公衆電話のところあんま見たくないんだけど。とうとう入る。でもクイーン。そうだな、このとこおさらばだ。怖い、音が怖い。小銭小銭へ。細かいの全然ない。ちゃんと用意してきてくださいちゃんと用意してきて、スマホも充電してきて、テレフォンカードも持ってねえし、まあでもなかなかないよな、スマホも、使えない状態ってな。なんかないか。あ、これ探すわけですね。適当に前のやつが入ってたの、入れたのが残ってたりしないよな。まあ、だからだいぶ古いでしょ。これやめて、外の景色が怖いんだけど。誰かがテレフォンカード忘れた。そうだね。これよく見かけるよね。テレフォンカードあるのね。まあ、使い終わってたりするけどね。空振りかよ、くっそ。何もね、外も探してみる。もう一回外、なんか光ってますね。今なんか光ってるよね。これ？お、あれはラッキー、小銭ゲット。これで電話かけられる。ガムがついてるけど、きっとね。どういう状況なの、ガムついたって。もう、符号か？ 100 円玉にガムつけるとか。まあ、なんとかなるだろう。右上にアイテムが出た。で、どうすんの？もう一回入る。あ、出るマークがありますね。もう一回出て探索できるってことね。どうすんの？これ使う？ 100 円玉、100円玉。右上にしまいましたよ。アイテム仕様。手に入れたアイテムをアイコンとして画面右上に表示されます。アイテム選択。あ、直接タップすると枠がついて選択状態になる。選択状態で画面内のアイテムの使用できる箇所をタップするとアイテムが使用されます。あ、ちょっとパソコンでいうドラッグみたいな感じね。アイテム詳細、選択状態のアイテムをもう一度タップするとアイテムの詳細が表示されますと。アイテム使用、手に入れたアイテムをアイコンとして、あ、戻っちゃったよ。戻る。だ、つまりこれを選択して、これでしょ選択して、入れる。このままじゃ入んねえ。やっぱガム取らねえとか。まあそうか。詰まったりしたら大問題。お、電話の裏になんかあるな。ウェットティッシュじゃん。小銭はないくせにこういうのはあるのかよ。まあね。こういうのな。ウェットティッシュだ。潔癖症の人がな。電話拭いたりするからな。ワンチャンあるわ、ほんと。まあいいや。使えるものは何でも使ってやる。こいつを100円玉に使えば。なるほど。そのチュートリアルですね。こびりついてるガム落とせるはずだ。びっくりした。お前、ウェットティッシュの音怖いわ。拾ったウェットティッシュ未開封でまた使えそう。未開封置いてったの？もったいない。アイテムには2つを組み合わせることで形状が変化する。あー、なるほど。アイテム2つ使えんの？変化させるアイテムの詳細を表示し、別のアイテムを選択した状態で、画面中央のアイテムをタップするとアイテムの形状が変化しますと。なるほど。ということは、使うのはこっちだから。あ、2回タップしたら、ガムのついている100円玉が出てきました。これで、ウェットティッシュ選択します。で、あれか。さっきの画面タッチと同じように100円玉タッチ。来た !100 点。ピカピカになった100円玉。ちょっと汚いけど、問題なく使えそうだ。これ相当置いてあった100円玉だろう。どれぐらい置いてあったの？あ、これで？これで？あ、これで。
綺麗になった100円玉を使う。はあ、やっと電話できる。レッカーに電話して、もう帰ろう。そうだな。しまった。レッカーって何番にかければいいんだ。確かに。スマホの中だ、そういうのは。おー、びっくりさせんなって。何？これ電話の音？ビビらせんなよ。あー、公衆電話が鳴ってんの？出なくていいです。出ない方がいいだろう。出るんか。もしもし？あー、びっくりした！スマホがブルった。スマホがビビらせてきた。びっくりした。お前、さっきの鳴るタイミングでブルらないのにこっちはブルるんですね。あーって何何何、やめろよ。窓の外やめろよ。マジやめろよ。やめて。やめて。え？私だよ、私。びっくりした。その声はあけみ。てか、どうやって電話かけたんだよ。本当だよな。っていうか、この不穏な曲を止めてくれ。ねえ、そんなことよりちょっとこっちまで来てよ。見つけちゃったの。はい、見つけたって何よ。曲を止めて。いいから早く。は？なんだあいつ。トンネル、これってもしかして。あ、なんか、画面の奥歪んでんだけど。うお！やめろって。音とね、スマホのね、ブルリンがね、タイミングいいんだわ。わあ、なるわ。あたしだよ、あたし。びっくりした？お前。あけみ、タイミング。心臓に悪いんだよ、さっきから。おい、なんか、和やかな曲流れませんかね。さっき、とぼけんなよ。さっき電話かけてきただろ。どうやったんだよ、あれ。電話？何のこと？だって私の携帯電池切れてるし。そうだよ。そうじゃん。そういえばそうだったな。じゃあさっきの電話は？ねえ、それより見て、あれが犬鳴きトンネルだよ、きっと。そうだろうね。おい、話をそらすなよ。そうだよな。お前、結構大事な話だぞ。誰からじゃあ電話かかってきたんだって話じゃん。じゃあ行きますか。え？いや、行かないでしょ。行かねえよ。俺はパス。俺はユースケに賛成だ。これは無理なやつだ、絶対。行かないの？行かないだろ。1時だろ。じゃあ、ユースケは車で待ってれば。私は行ってくるから。いや。普通にダメでしょ。おお、びっくりした。あけみ。あけみ、びっくりさせないでくれ。あけみ。何回びっくりさせんだ、あけみ。お前、マジでやめとけって何かあっても知らねえからな。たく、どうかしてんぜ。本当にどうかしてないかい？ああ、車に戻ってきた。遅いな、あいつ。しゃあねえ、様子見に行くか。行くのか、結局行くのか。あれ？お？なんで開かねえんだよ。え？どうなってんだよ、このドア。なんでドアが開かないの？おやばい。水が入ってくる。どうして水が、なんだよこれ。なんで水が入ってくるの？いや、意味わかんないんだけど。おいおい、嘘だろ。なんで？え？あ、水が入ってきて何？車の中埋まってるってこと？水で。おい、誰が？こっから出してくれよ。誰か助けてくれー！どう？水じゃない、血だ。え、何？何？あ、どんどん、え、あ、どこ探せばいいんだ、これ。どこ？ここ？お、細かいね、場所がね。釣り線のところだよ。レシートが丸まって入ってた。タクシーのレシートで誰かが乗ってきたんだろう。細かいね。結構、きっちりその場所タップしないと、見逃しちゃいますね、これね。なに？え？何？おい。なに？またこれだよ。やめて。なにこれ。うわあ。
やめて。何か、お、誰、やめて。ちゃん、カズキ、カズキ、マジ、カズキ、姉ちゃん、待ってて、今出してあげる。扉に鍵がかかってる、開かない、鍵はどこ。やめろ、あの、またあの歌だ。そしてエピソードクリア、ナンバー3、迫り来る資料が次へというわけになるわけですね。笑い声怖っ。侵食やめてやめてやめて、怖い怖い。侵食率 10%。 どうなんの、さっきの続きだよね。シンジ、あれ、3月12日犬鳴きダム乾杯、昼間から飲むビール最高。何、さっきまでのあのあれは、あ、そういうことかい。おい、どうしたんだよシンジ、なんか今日ノリ悪くね。なるほどね、こうやってキャラクターが複数の視点でこの事件というかこの心霊スポットの謎を解いていくっていう、そういう感じですか。なるほどなるほどね。ストーリーいいね。のめり込みますね。熱いところあり、そして私の苦手な怖いところもありますけども。いやー、のめり込むわ。いや、しかしさ、楓編っていうのがだいたい9日ぐらいの話だったんですよ。で、新次編になって、そっから2、3日後、12だか3ぐらいでしょ?これすごい気になるね。複数の視点から一つの謎を追っていく。楓編を新次編から見たらどんな風に言われているのか。あの後でどうなったのかね。二人とも行方不明になっちゃったのかとか、あるかもしれませんからね。その辺ちょっとすげえワクワクしますね。あとだから最初のさ、ゆうすけと明美の話も、一応さ、ストーリーの中では、なんつうの、怖い話、噂程度だけど、ちょっと怪しいよね。ちょっと怪しいよね。楓編で、トンネルの中に見えた女の人の幻覚、だって明美と同じような服着てたもんな、一瞬だったけどね。と、ちょっと熱く語ってしまいましたが、とりあえず、この他の場所、ちょ、始めると続きから。で、物語選択は、いわゆるチャプター選択っぽいんで、侵食率ってやつ見てみようか。はい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 。さっきAR にしたら我が家が映ったとこですね。で、シェア、レビュー、目録といろいろあります。ちょ、怖いんだよ、ここちょっと。びっくりすんだよ。目録。エンディング。エンディング、あ、そうそうそう。そう。あ、こんな感じね。聞いた話によるとね、相当エンディング用意されてるらしいですよ。あ、これ個数見えちゃっていいのかな?はっきり言って 3% だぞ、まだ。まだ 3% だって。52個もありますよ。なんか、トゥルーエンドもね、用意されているらしい。これ言っちゃっていいんだっけ?そう。トゥルーエンドが各キャラクターに用意されているらしいんで、かなりやり込み要素としては、深いのでは?隠れ音量、あんま押したくないんだけど。何これ、隠れ音量発見率。これよくわかんないですね。なんだろうね。あと4用の。4用の発見率 5%。なんもないぞ。何者かによるメモ。これなんだっけ、あーあ、はい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 。犬鳴き村に入った時の犬人の説明か。ありましたね。あ、こういうのも集めていけると。これさ、プレイしてて思ったんだけど、結構注意深く探さないと見逃すこと多いんですよ。なんで、これ、さらーってやってたら結構埋めるの大変かも。もう連打とかしてたらね。そこはね、ちょっといいなって思いました。というわけで、いかがでしたでしょうか?犬鳴き村、残響。実況は、イカレタコスケでした。それでは。